皆さんおはようございます。沖縄平和トーキングラジオ南から風よの時間になりました。私はパーソナリティの木村明です。はい、同じくパーソナリティの宮城恵美子です。今日はゲストに東京からジャーナリストの高野はじめさんに出演していただきます。高野さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしく。はい、聞こえませんね。この後ですね、少し、音楽とコマーシャルに入らせていただきますね。はい、はい、その後また前半後半とありますので、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。これ安定したものに変えてダメ？これ全然、はい、今コマーシャルに入ってます。木村さん、音量上げれます？木村さん、はい、音量上げてください。これはどこに挿すんですか？挿さなくていいです、そのままで、ね、はい、スマホの音量上げないと声ちっちゃくて。音量ですね、はい、上げました。今ですね、ミーティングが開始されるのを待機してますっていう表示です。はい、それでは始めさせていただきます。高野さん、今日はちょっと変則的な形になりましたけれど、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、高野さんにはですね、はい、ISF 独立言論フォーラムの方にも、動画出演などもしていただきましてありがとうございます。はい、はい、今日はですね、高野さんとご一緒できるということでですね、はい、パートナーでやっていただいてるですね、宮城さんが非常に楽しみにしておられました。はい、宮城さんから一言。そうですね、いろんな YouTube で高野さんのお話を伺っております。この間も岡田隆さんと高野はじめさんの対談もとてもよかったです。はい、ああ、そうですか。はい、あれですよね。東アジア共同体研究所の、なんだっけ、あれ、UI チャンネル。UI チャンネルだったかもしれませんね。はい。はい。ずっと前からですね、高野さんのファンだっていうことで、今回こういう形になりましたので、はい、よろしくお願いします。はい。はい。それですね、今日はですね、ウクライナの問題、そして沖縄の問題、日本のこう対応の問題とかですね、そういう問題をお話を伺いさせていただければと思っています。はい、でですね、まあ、ウクライナ関係は去年のですね、2月以降ですね、はい、ロシア軍による特別軍事行動作戦によって、あたかも突然始まったような形で、まあ、ウクライナ危機、紛争と僕なんかは言ってるんですが、1年以上続いて今日に至っているということで、はい、新しい動きも、日本の中からも、学者ジャーナリストを中心にですね、停戦を求める動きとかですね、いろいろ出ていますけれども、高野さんはこのウクライナ危機、紛争はどのように見ておられているでしょうか。そ
そうですね、今の局面、まあ、いろいろそれはあの いくらなんでもひどい状態だということで、はい、まあ、停戦に向けてのいろんな模索が行われておりますけれども、うん、それ以前にもこれはあの去年の戦争が始まって、1ヶ月以内ぐらいのところでしたらば停戦して、なんとか収めるということが可能だったと思いますけれども、そこ過ぎちゃってもう完全に泥沼化しちゃってますから、そうですね、あのこれはちょっとね、その、うん、両方とも今引くに引けないような、うん、状況の中で、さらに双方ともこう泥沼の底に沈んでいくみたいな有様になってますからね、うん、そうですね、去年の3月あたりに実はもう停戦の動きがあって、うん、あったんですね、はい、そうですね、それがあの、うん、アメリカやイギリスの圧力で潰されたという経緯がありましたよね。まあ、そういうことですね。アメリカがやっぱり戦争を引くなと、はい、そういうふうに相当なプレッシャーをウクライナに対してかけたと思います。そうですね。イギリスのジョンソン、ね、首相も訪問しましたよね。はいはい、はい、はい。その時の解決っていうか、停戦の可能性があったというのはですね、はい、結局その、このウクライナ問題の本質は、あの、ウクライナ国内における、この、まあ、ユダヤ人中心のその、キーフ政府とですね、はい、それから東部のロシア系、ロシア人、ロシア系住民が多いところの対立問題、はい、でその今からですから、何年前なんですか、8年前なんですか、9年、2014年ですよね、はい、2014年の、はい、ミンスク合意とか政変がありまして、そこでその、はいはい、ロシアがクリミアを抑えると、はい、いうことがあったときに、はい、問題が直接 の、 あの、始まりということでいうと、そこで始まってるわけですよね。そうですね、あのマイダン革命という名の事実上のクーデターがありましたよね。そういうことです ね、 そ、 うですね、その時にそのクリミアは住民投票という格好を取って、うん、ロシアが抑えたと、はい、いう時にそのウクライナ の、 その東部のロシア人が多い、はい、あの2つの州も、はい、同じことをやらせてくれと、はい、俺たちも住民投票をやると、そしてロシアに帰属したいって言ったときに、はい、プーチンはダメだと、そのクリミアとあんたたちのところとは問題が違うと、うん、君たちはそのあくまで、ウクライナの中で、かなり高度の自治を実現する、うん、その手助けをするから、うん、そのウクライナの国内で生きようと、うん、こういうことだったんですよ。それで結ばれたのがミンスク合意だったですよね。それでミンスク合意ということがありまして、はいはい、でそれ一回すぐ破綻するんですけど、続けてフランスとドイツが仲介をする格好でもう一回、そうですね、二度目がありましたね。2015年もやったんですね。基本合意2っていうのが できてですね。はい。それで、ところがこれが、まあどっちが悪いとも言えないんですけれども、特にウクライナ側はこれをどうしてもやりたくないみたいなことで。うんうん、あのずる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 してるうちに、まあ、大統領も変わったりですね、はい、ドイツの元メンケル首相なども、うん、ミンスク合意は単なる時間稼ぎであったみたいな発言もされてましたよね。結果的にそうなっちゃったんですね。そうなんですね、はい、でだからそこが解決の本筋 で、 で、ね、やっぱり、うん、あのキエフの政府が、うん、その法律、憲法を変えるのか、うん、法律で済むのか、うん、一定のその自治を認めると、うん、はい、今までも全く認めてないわけじゃないんですけど、非常に浅いこの自治であって、でしかもその政府側がこのロシアの行動法から外すとかね、はい、そういう、まあ、まるっきり意地悪みたいなことをしたということで、武装闘争になってたわけですよね。そうですよね、うん、でそれを内戦状況で1万数千人が、ね、犠牲になったとも言われてますよね、ドンバスのロシア系住民が。はい、だけど、まあ、これは、まあ、その、プーチンも一面気の毒な、ことがありましてですね。はい。それを、その結果が出るのを我慢強く、そういう、まあ、基本合意が、うん、この政府も含めて、ウクライナ政府も含めてできてるわけですから、はい、それを守れと、うん、実現しろと、はい、いうことで8年間待ったと。ですね。それで、その、ますます、その内戦が激化しちゃうんで、うん、ついに、
暴発っていうんですか、我慢しきれなくなって入ってしまったと。まあ、介入せざるを得なくなったということですよね。そうですね。入っちゃったら、それは侵略は侵略ですから。まあ、その、今のように国際的な非難を浴びるのは当たり前なんですけど、だからそこは、私は、その、なんていうか、プーチンもちょっと見誤ったところがね、あると。いうふうに思いますけどね、こんなひどい長引いた状況の中で、コテンパンに叩かれるっていうことは、想定してなかったと思いますけどね。もう一つお聞きしたいのは、高野さん、クリミアにも訪問されましたよね。はいはい。で、クリミアは少し問題が違うと思いますが、それはどういうふうに見ておられるでしょうか。ですから、あれはもともと、その、ロシアの領土でした。そうですよね。1954年にウクライナに編入されてますよね。ロシアの皇帝、貴族の別荘地として、このずっと何百年の歴史があるわけですから、でそれをそのフルシチョフが出張の時に、フルシチョフっていうのはウクライナ出身ですから、それでその、まあなんていうか、これはざれ事だったと思いますけど、クリミアはウクライナの所属にしようということを言い出して、その頃は誰も後にロシアとウクライナが別の国になるなんて人間は思ってませんから、まあいいかなみたいなことでなっちゃったんですね。はい、そうでしたね。ですから、もともとそういういきさつがありますもんですから、クリミアは約8割ですかね、その以上かもしれませんね、ロシア人が多いところですし、さらにその一番突端のところにはセバストポリ、ロシア黒海艦隊の大拠点があるわけで、ですからこれがその一応形の上で独立するっていう時には、クリミア全体はともかく、その先っぽの軍港の部分は特別咀嚼協定みたいな形式を取ってですね、ロシアが抑えていたわけですけれど、まあ、いずれにしろ、あれですよね、そこで独立のための住民投票、そしてロシアへの編入のための住民投票が行われて、9割以上の圧倒的支持を得て、決まったということですよね。そうですね。だからその歴史的いきさつも違うし、そうですね。ウクライナ東部のね、ロシア人が多い、そうですね、2つの州、ミンスク地方、スポットはちょっと事情が違うということですよね。はい、それで、まあ、僕は ロシア、アメリカのですね、対ロシア代理戦争としてウクライナ危機紛争は引き起こされたという、ジョン・ミアシャイマーとかですね、イマリュエル・トットが言ってる指摘は当たってると思うんですけれども、今やもう直接、NATO 軍なども、ウクライナの中にも入って、実は部分的に、戦闘に従事してるんではないかという指摘も今出てきてますよね。と言われてますね。はい。まあ、これ、いずれにその、正規の軍隊だけじゃなくて、はい、民間軍事会社みたいな。あ、そうですね。傭兵部隊ですよね。傭兵ですね。はい。だから、何が何だかもう、どこが本当の前線なのかわからないような、もう、それも、この、なんていうか、事態を泥沼化させる、一つの大きな要因になっているわけですね。ドネツクとかルハンスクあの辺りでは、フランス人の女性ジャーナリストがずっと告発してるんですが、ね、ウクライナ人、ロシア系のウクライナ人を爆撃しているのは実はウクライナ軍なんだと、こういうことが西洋の方に実は伝わってなかったことを彼女一緒伝えながらびっくりしてるんですね。そうですよね。そういう勇気あるジャーナリストもいます。そういうある意味ではロシア系住民に対する、まあ、西側のかなりのロシアへの、まあ、反感情もあるということで、まあ、聞くところによると、ロシア全体の国民の中からもプーチンにもうちょっと東部の皆さんを助けてほしいという声は上がってきていたみたいですね。ロシア国内からも、まあ、プーチンはそれをある意味で抑えてきていた側だというぐらいだと、はい、だから僕はプーチン大統領が言ってたようにですね、僕もやってた融合紛争でのですね、
コソボに対する独立をですね、うん、欧米諸国西側は早期にですね、うん、あの承認したのに比べて、うん、今度のね、うん、クリミアにしてもそうですし、うん、東ウクライナの問題についても、うん、住民の民族自決権といいますか、うん、自己決定権というか、うん、それを全く無視して、語られているということが一番大きな問題のポイントの一つじゃないかと。そうですね、自己決定権というのは国連でも、ね、決まった憲章にもあるわけですから、はい、うん、生かす手があると思うんですけどね、まあ、ですから遡ればね、うん、結局冷戦が終わったと、うんうんうん、そこで、東側陣営の軍事機構であった、うんうん、あのワルシャワ条約機構は解体されましたよね、まあ、特に解体したと、その時ゴルバチョフは、うん、その、うん、冷戦が終わったってことはつまりそういうことなんだから、はい、アメリカも当然同じことをするだろうと、うん、多分思ってたんですね。と思いますね。ところが当時のブッシュ、うん、パパはですね、うん、はい、俺たちは冷戦の、うん、勝ったんだと、第三次世界大戦に勝利したんだと、うんうん、そう言ってますね。ソ連をぶつぶしてやったんだと、うん、勝利宣言ですね。で、その天下を支える、うん、仕組みとしての NATO を解体しなかったんですね、うんうん、実際、日米安保ももちろん解体されてないわけですけど、はいはい、でそれで、うん、解体しないで済んでれば、またそのちょっと事情は違ったんでしょうけど、うん、それをその、でその時、その当時、フランスやドイツは、そのなんで NATO を解体しないんだと、うん、いうことで、その解体をしてアメリカには出て行ってもらって、フランスとドイツの中心としたヨーロッパ、連合軍というのを作ってですね、うん、ヨーロッパのこの防衛に当たるという方向を出したんですが、アメリカがそれを叩き潰すんですね。なるほどね。あ、今の指摘、うん、本当に重要だと思います。そうですね、EU の自律的な動きを止めたってことで、大陸ヨーロッパはその、うん、なんでその、うん、じゃ何のために残すんだというと、うん、それは本音はね、うん、そのアメリカのヨーロッパ、ユーラシアに対するこう支配といいますか、そうですね、はい、関わりを、うん、この維持していくためのテコにするということなんですけど、そうは言えないから、はい、そのいや、そのヨーロッパは、だってもう欧州内部でロシアも、あ、ソ連も含めて戦争がないんだから、いらないでしょう、うん、NATO は、ということを言うんですよね。はい、なのに、その時アメリカが言ったのは、うん、いや、その、ヨーロッパの外に、脅威があるじゃないかと、イスラムじゃないかと、いうようなことを言ってですね、それで、生きがい、ヨーロッパ生きがいに、うん、脅威をですね、求めて存続したんですよね。ということで、はい、説得っていうか、まあ、押し切るわけですよね。はい、はい。それで、それもね、そこで止まればまだよかったんですよ。で、拡大していくんですよね。拡大ですよね。東方拡大と言っておりますけれども、ね、はい、今度、そのヨーロッパ、旧東ヨーロッパの国々に、うん、その、この、を NATO に加盟させようと、ポーランドを筆頭にして、はい、チェコとか、ハンガリーとかっていうところを手始めにしてですね。で、これはアメリカの裏側では誰が推進してたかっていうと、軍需産業なんですよ。ああ、やっぱりですね。具体的にはロッキードマーティン社の、アメリカ最大の、世界最大の軍需会社ですけれども、はい、そこの副社長が、あのヘッドになって、アメリカ議会に対して、あるいは国際社会に向かってロビーングをするための、NATO 東方拡大委員会っていうのができるわけですよね。92年か3年、2年だったか3年だったかと思います。はい。そして、それが主導して、NATO の拡大をやると。そうすると、例えばポーランドが加盟すると、さあ、今までのソ連製の武器を全部捨てなさいと。アメリカ製の最新の兵器を買いなさいと。はい。言って、まあ、一番の売り物は、その当時からもう F35。とか、はいはい、そういう戦闘機とかですね、うんうん、ミグは捨てなさい、うん、ロッキードマーチンを買いなさい、はい、こういうことですよね。はい、わかりました。今ロッキードマーチン社がね、どんどん株価も上がりましたからね。はい、はい、時間の関係もありますので、うんうん、まあ、はい、NATO 拡大について言えば、冷戦終結時に16カ国だったものが、ロシアのこのウクライナの問題が起こる前ではもう30カ国になり、で今また2カ国、スウェーデンとフィンランドがですね、うん、加盟しようとしてて、うん、
まあ、ジョージアとウクライナの加盟はその次に言われてますが、まだあの見えてないという状況ですよね。そうですね、はい、そこまでもだからロシアの方から見れば追い詰められてきたと。そうですよね。だから僕はあの包囲されて脅威を受けているのはロシアであってですね、ヨーロッパましてやアメリカではないと思うんですけどもね。もちろんアメリカはただ兵器を売りたい一心ですよね。兵器ってそうなんだよ、軍事産業の、ね、ために、うん、彼ら出てってるということですよね、はい、それで代理戦争させられてるわけですからね。はい、はい、それでですね、うん、日本の対応と日本の問題に少し移りたいと思いますが、うんうん、この間あの、うん、岸田首相がウクライナ訪問してゼレンスキー大統領とですね、会って、広島の勝利、うちわですか、いやいや、あ、しゃもじか、しゃもじね、ね、必勝しゃもじですね、必勝しゃもじ、こういう対応、どう思われますか、日本側のこの間の。いや、だから日本は、その、そもそも、その、なんていうか、関わるべきじゃないですよね、まずね。そうですよね。その、いずれアメリカの補佐役として、このロシアを叩く側に、回りましたという国際社会へのメッセージになるわけですよね。はい、だからこれはそのそれでいや本当に仲介するんだったらウクライナに何かの提案を持ってって停戦につながるような、はい、そしてその足でそのモスクワに飛ぶというふうにしてそこまで段取りが作れるんだったらね、やった方が良かったと思いますけどね、うん、それは実は何もなくてですね、そうですね、ただ、うん、アメリカの後をついて、日本も、このウクライナを側を支援してますと、ロシアと対立する側に陣営にいますよという姿勢を見せると、それじゃないと G7 で、自分だけがウクライナも訪問してないというのは恥ずかしいと、うん、こういう話ですよね。そうでしたね。そうですね。だからこれは全然ダメでね。はい、そういったですね、日本の対応について、森本首相や亡くなられた安倍首相なども少しあの批判的で一方的にロシアをね、敵に回すのは得策ではないという指摘をされていたみたいですね。そうですね、まあ、その二人はまあロシア通っていうか、はい、ロシアとの長い交渉を担ってきた、まあ、歴史がありますからね。うん、ですよね、鈴木宗男さんもそうですね。そうそう、宗男さんは、特にそうだと思いますけど、まあ、ロシア側の理屈、うん、ロシア側に立ってるっていうんじゃなくて、ロシア側の言い分っていうものもちゃんと聞かなきゃダメだよと、うん、そういうことで、これは正しいことだと思うんですね。はい、それでですね、日本側はこの問題を受けて、うん、まあ、アメリカからの要請圧力もあってですね、うんうんうん、その防衛費をですね、これから2倍、43兆円までしてですね、超軍拡をですね、増税も含めてやっていくと。それと同時に、去年、12月、16日ですか、防衛三文書をですね、はい、閣議決定で行って、はい、敵基地攻撃能力も含めた形で その戦後の安保政策の大転換を行うことになりましたよね、うん、はい、これについてどういうふうに見ておられるでしょうか。ですからまさにこの大転換ですね、これは、はい、ね、なんか来週の、うん、アメリカのタイムの表紙に、表紙にね、岸田さんが、ね、さんの顔が出るんだそうですけども、はい、そのキャプションは、平和主義を、岸田は平和主義を捨てて軍事大国に踏み切ったっていうことらしいですよ。そのままですよね。だから、外から見たらそういうふうに単純明快、はっきり今の日本の姿っていうのは見えてるわけですよね。はい、その割には日本国民みんなぼーっとしててですね、うん、それのことが起きてるとは誰も思ってないと。うん、思ってない人はですね、昨日はもう実はちょっと立憲民主党の中の、うん、あるグループの会合で、はい、お話をしてきたんですけど、ああ、そうだったんですか。立憲民主党も思ってない人たちがいるわけですね。はい、安保三文書に対するね、うん、その立憲民主党の外交安保あの、なんですか、PT、プロジェクトチームか、のまとめた文書があるんですよ。はい、はい。それを見るっていうと、さすがにね、うん、その、反撃能力、敵基地攻撃能力は、反対だとは書いてあるんですけど、うん、はい、その反対の理由がですね、うん、この、侵略行為になる可能性が、あるので反対だって書いてあるんですよ。はい。私はだから皆さんに聞いたんですよ。侵略に、
ならない反撃能力、敵基地攻撃っていうのはあるんですかと。この可能性って言葉言わないでしょと。反撃能力とか敵基地攻撃っていうのは、明らかに侵略だから反対だと言えばいいのに、その、侵略になる可能性があるので反対だっていう。曖昧な表現ですね。敵基地攻撃能力ってまさに真珠湾攻撃と同じなのにね、見えないんですね。気がつかなかったみたいな、で、それでその次の業務に行くとですね、しかし一定の抑止力はやっぱり必要で、このミサイルの長距離化、長距離のミサイルを備えるっていうことは賛成だと書いたんですよ。賛成だと書いてるんですね。何これっていうことになって、要するにミサイル賛成とパラグラフに行くとですね、なんだ、その長距離化したミサイルがですね、相手国に届く、他国侵略に当たる可能性があって、その可能性があるのは反対だと書いたんですよ。それもおかしくて、何が可能性だと。敵基地にミサイルが届いちゃえば、もう侵略行為に決まってるじゃないかと。可能性も減ったくれもないだろうという、なんかそういうね、なんか奥歯の、両方の奥歯に物が挟まっちゃって、ふがふがしてるような文章なんですよ。本当ですね。僕はもう事実上のもう専守防衛の放棄で、先ほど、まあ、侵略という言葉もありましたけど、先制攻撃に加担するということですよね、これは。その通りですよね。はい、でしかもその、これは、よく知られていることですけど、その先制攻撃をするだけの情報能力が日本にはないんですよね。そうですよね。そうです、そうです。発射を確かめるのは、アメリカのレーダーなんですよ。はいはい、です軍事衛星のね。はい。はい、だから、で自分でよくわからないことは、アメリカから、撃ったぞって言われたら、それで、数秒、数分の間に対処しなきゃいけないことですから、それで考える暇もなく、撃つわけですよね。いや、だからこれ、事実上、そういうことに、この国はなっていくということで。撃てと言われて、撃ったことが先制攻撃になっちゃってる可能性が一番多いわけですから、どういうことで、自分たちはまた、指揮権の問題を言えば、これミサイルなんかはですね、日米運用でやると言ってますよね。はい。はい。その場合、指揮権は基本的には日本側にはなくてアメリカ側にあるということがあるとすれば、これは敵基地攻撃能力もアメリカの指示、命令を受けて日本側が、まあ、仮想敵国とされている国、中国などに打ち込む可能性があるということですよね。その通りですね。はい、実際上、だって、どうも自前の情報能力を持たないわけですから、そうですよね、アメリカに言うなりにならざるを得ない。ずっと意地悪に考えればですね、アメリカがもし、自分が手を下さずに、日本と北朝鮮を戦争状態に追い込みたいと思ったとしますよね。そしたら、フェイク情報で流せばいいわけですよ。そうっす。撃ったぞって言うと、日本は、本当ですよね。それを疑うこともなく反射的に撃っちゃってるわけですよ。それでも攻撃したことになるわけですから、先生。まず最高司令官はアメリカ、米軍がやるということで、もうずっと来てるわけですよ、事実上は、秘密の中でも。はい、だからマグレーダーとかいう人たちがそういう方に密約してたということも、もう矢部さんとかいろんな人、吉田俊博さんたちも暴露してますの で、 そうです、ね、今頃ミサイルはどっちが情報を与えて自衛隊が動くなんて問題じゃなくて、アメリカが全部指揮をする元で動かされるわけですから、はいはい、その通りですね、はい、一層の属国化が進む、はい、ということになってます、ね、そうですね、はい、そこら辺につきましてはですね、またこの後後半でですね、沖縄の問題も含めて伺いたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、いつものように音楽をですね、よろしくお願いします。上を向いて歩こうですね。
もういろいろ。はい、じゃあ後半部分に入らせていただきます。あの後半についてはですね、沖縄の置かれている状況についてですね、今市民運動の中心の一人として今活躍されている宮城さんの方から少し最初にですね、ご報告していただきます。市民運動の、まあ、あのいろんな人が市民運動をやっております。まあ、あの山城博司さんとかね、あの一緒にやってるものでもあるんですが、ぬちど宝の会のね。ぬちど宝の会沖縄、あの命のあのまあ、ノーマ沖縄戦ぬちど宝の会というのもね、昨年1月の末に作って、まあ、1年間動いてきて、おりますけどもね、大きなまだ声にはまだなってないんです。全国の皆さん方にも呼びかけながら運動は作っていますけども、ともかくあの琉球新報と沖縄タイムスっていう地元2紙が頑張ってはいるんですが、そして連日ですね、ここにあのミサイル配備の計画が明らかだとか、ここにあのパック3がこうとか、いろんな情報も毎日出ている意味では、あの両新聞が沖縄の様子を伝えてはいますね。そしていよいよあのもう宮古島ではすごい、もうあの数年前から頑張って戦いも作ってきてるんです、うん、最初は与那国だったんですか。の与那国では8年前にですね、はい、あの警備あの沿岸警備隊っていうね、それはね非軍事ですよと、うんうん、軍事とは関係なく、ただ自衛隊が来て住民を増やすことによって人口が1万5000人前後なんですね、はいはい、まあ、増やしましょうと、そして人口を増やすことによって地域活性化しましょうということでやったんですね。でもそこはちょっと怪しいと思う人たちは前から、もう与那国島は台湾というすぐ隣に2000数百万人がいる、強大な経済圏があるので、うん、そこの人たちと共に生きることが、うん、とてもあの戦後はずっとそうでしたから、うん、終戦直後やってたあの形に戻したいということで、与那国島自立ビジョンっていうのを作っていたんですよ。一番近いですからね、はい、もうまさに花蓮市という市とはもう提携もやって、市長同士、町長と市長の間で協定書も作って文書も交わしているのがあるんですよ。宜野湾ラジオ局の、ね、はい、下に花蓮っていうね、ありますそのそうそう台湾料理店もあります。FM 宜野湾の下に花蓮市 の, あのちなみの方がね、はい、あのレストランも経営してますね、どうぞ来てください。その花蓮市なんですが、そこと与那国町が提携して経済発展と文化交流と 人材の交流育成までいろいろやろうということでね、そこの町民の町役場からも半年間派遣されたりもして動いてたんです。その最中、まあ、ある町長たちの心変わりで国に強く言われたんでしょう。自衛隊配備をすることによってレーダーを5本立てるけども、これは周辺の海を見守ってるんですよという、それで名前も沿岸警備隊という名前で、あ、自衛隊さんが私たちを守りに来るんですねという、そういう救助感覚で始まったんですよ、うん、はい、少し時間の関係もありますので、はい、でね、それがあっという間にミサイル配備計画ができですね、そして町長のところに、直に東京都のですね、有能な人をあの参与に入れて、そして直に彼らが戦略を練る機関を作っちゃってるんですね、うん、そして与那国に行かれましたよね。はい、行きました。町長いつ行かれたんですか。3月に行きましたね。今年もですよね、はいはい、そしたらあっという間にですね、今まで与那国空港というのは1500メートル滑走路だったんですが、つい最近は2000メートルに伸びたっていうところまで話題でした。これを2500メートルにまで今伸ばしましょうという提案をし、それからあの備え港というあのすごくあの漁協あるんです、そういうところを使わずに今度氷川という比べる川、氷川港というのを作って、そこは軍艦があの横付けできる非常に大型な浚渫工事をやりたいということで国に要望書を出してるんです。要望する相手があの立ち位置、あの、一なんだ、早苗さん、
なんとか早苗さん、いやいや高市高市早苗さんと荻生田さん宛てに、うん、あの文書まで町長から出して、はあ、国家に要請する形で、そして彼らは今県議会にも来て、あの県の方にもあの4月17日に、うん、あの町長が勝手に要望書を持ってきたっていうんで、2日前にそれはおかしいと住民の声を一切聞かないで勝手に軍港、あのこうあの港の拡大と滑走路の拡大を要望しに行ってるということで慌てて飛んできたんです。まあ、今そういう状態です。はい、はい、です。まあ、今あの与那国を中心にですね、宮城さんの方からご報告していただきましたが、沖縄もちろん沖縄本島、そして与那国、宮古島、石垣島とですね、自衛隊の配備、ミサイル基地の配備などが進んでいますし、高野さんもね、沖縄には何度もね、はい、訪れておられますし、はい、東アジア共同体研究所の理事もされておられますよね。はい、はい、そういったお立場から、あの今の沖縄の巡る動きをどういうふうに見ておられるか、あのお願いしたいと思います、お話を。そうですね、あのこれはね、本当に私はジャーナリストの道に入りましてですね、はい、しばらくして50年前に、まあ、何人かの先輩と一緒に作った本が、うん、私の最初の単行本がですね、うん、はい、君の沖縄っていう本だったんですよ。もうそういう古い、ね、沖縄返還協定結ばれた時に、うん、あの来年返還という時に出版された本なんですけど、素晴らしい。今もあのアマゾンの中古、あの古本屋の方に行きますとですね、うんうん、1冊5円とかで売ってたりします。あ、そうなんですか。でそれはね、その、うん、私が担当したところは何を変えたかっていうと、うん、はい、みんなあの沖縄復帰で万々歳みたいなことを、うん、当時の革新勢力も言ってるけれども、うん、でそれはどうしてかっていうと、沖縄県民の戦い、うん、苦しい戦いのこれが成果だというふうに基本的に評価しようってことで、それはそうなんだけれども、はい、しかしその沖縄の心を逆用して、うん、この自衛隊が沖縄に出て行って、米軍基地を管理して住民との間に立つ。まあ今まだそうなってませんけど、あの機動隊ですけど、そして、それを含めて自衛隊が、第二次世界大戦以来再び南に向かって進んでいくという、そっちの側面をちゃんと見ないと、あの、甘いんじゃないかっていう趣旨のことを書いたんですよ。そうですね。だから50年経って、それが本当に、50年前の我々の懸念がですね、はいはい、本当に現実のものになったっていう、そういう思いが非常に強いですね。そうですね。はい。それでね、今ね、あの、住民たちが出やすいように、島を離れやすいような雰囲気作りがものすごくされてるんですよ。はい。そして条例も出して、そしてね、うん、ともかく、そしたらね、島民たちはもう追い出されてしまったら、戻ってきた時には畑もダメ、田んぼもダメ、うん、そして家畜も全部死んでる、一体戻ってくる意義があるかっていうんで、今度来れなくなる、そうやって島民追い出しじゃないかっていうので、彼らはお話ししてました、記者会見で。いや、それはね、はい、世論からは、避難計画はどうなんだ、うん、島民の避難計画はどうなんだって言われて、不可能ですからね。はい。実際にね。最初からいない方がいいやって、こういう話でしょ。うん、はい。だからもうすでに住民の中には何世帯かですね、離島された方もね、おられるとか、うん、ああそうですよね、はい、何人も打ち込まれるかみたいな話になったらどうなっちゃうんですか、はい、前自衛隊の人たちも子供連れで、駐屯してた人たちも子供も一緒、ね、うん、してないと、最近子供も減ったという話もありましたし、それから、ケビン・メアがですね、2007年にここはね、あの空母になる島だと、まさに島自体が空母なんだとおっしゃったんですよ、うん、そこのように進めてるんじゃないかっていう懸念があるんですね、うん、ですからこれね、本当に問題はあの、逆さまになってましてですね、自衛隊がいなければ、そのミサイルは撃ち込まれないわけですよ、そうです、自衛隊がそこに出張っていって、さあ撃つぞって言うから、ね、じゃあその本当に戦争になった時にはそこも叩かなきゃなんないって、あちらは思っているわけで、そうですね、なければこんなことにならないわけですよね、まさに沖縄戦がそうだったですよね、まさにそうですよね、はい、
1ヶ月前にですね、避難訓練したときに子どもたちまでですね、実は全員くん、はい、避難させられていたらしいんですよ。それを大人たち知らないで、学校ぐるみで避難させててね、うん、子どもたちがね、うん、なんで僕たちの島はね、どっかの国に悪いことしたのかと。そうですよ。子どもたちがね、なんで僕たちが避難の ね、訓練するんだっていうことをね、ものすごく疑問かけ、投げかけて、親たちに言ってるらしいんです。まっとうな疑問ですね。もう子どもがもう今、動揺してるようです。はい。いやだからこれね、もともとから言えば、陸上自衛隊の失業対策なんですよね。そうです、そうです、はい。始まりは、北海道。一番最初、はい、ね、この冷戦が終わって、その北海道に、旧ソ連軍が、上陸作戦で来ると、気候化師団が上陸、二つ上陸してくるという想定のもとで、で、北海道に、の原野に戦車を 1000台も並べてですね。そうですね。ソ連脅威論がね、言われてですね。で、それがなくなっちゃったと。そして、その当然、陸上自衛隊縮小論というのが起きたわけですよね。はい、はい。で、これはいろんな格好で出てきました。その当時、社会党なんかは、自衛隊三分割で、国境警備隊と、国連に差し出す平和部隊と、この災害救助部隊に三分割しようみたいな案が出て、これ結構面白い議論ですね。そうですよね。1990年代初めですよね。90年代初めですね。で、だけど、陸上自衛隊は、縮小されるのが嫌だと、いうことで、そこで何が出てきたかっていうと、最初は、北朝鮮のちょうど核問題っていうのが、核開発問題っていうのが起きたものですから、ありましたね。そこで、そうした当時クリントン政権で、クリントンが、北朝鮮を爆撃するかもしれないみたいな、核攻撃するかもしれないみたいな話になってきてですね。で、それを利用して、そうすると、大量の北朝鮮の難民が船に乗って、南に押し寄せてですね、日本の離島に上陸してそこを占拠するとかいう、夢みたいな話が、だってあなた、北朝鮮ってそんなみんなが乗るほどの船がないですよと、そうですよね。いうような話で、何言ってんですかと。で、北へ行けば、大陸港をこの、東で渡ってですね、満州、中国東北地方に100万人からの、今150万人ぐらいの、朝鮮族もおりますから、そっちに出るんですよと、難民は。わざわざ日本なんか来ないですよって、いう話をしたところが、いや、実はね、陸上自衛隊がやることなくなっちゃったもんで、離島防衛とか今言い出してるんですよって、言ってたんですよ。まさに、森本さんがおっしゃったって言ってますよね。まさに NATO の存続拡大と同じね、パターンですね。自分たちの失業対策なんですよ。内閣に、離島難民対策室とかができた時あるんですよね。で、僕ら何言ってんだとか、そんなフィクションで、軍隊を存続させるなんてバカなことやめろみたいな、当時論調を張ったんですけど、そしたらその次にそれがですね、一旦沈まるんですよ。沈まって、今度ね、中国の、なんだ、海上民兵がね、漁船員に偽装して、尖閣とかその辺の島を、ね、その話が出てきましたね。武装を中国、この偽装漁民ですか、はい、なんか、そういうものが来るんだって話になって、そんなの来ないよっていう声も随分やったんですけど、はい、それでそれもね、ちょっと、ちょうど尖閣国有化ってこともあって、だいぶヒートしてですね、本当に来るんじゃないかみたいな話になってきて、それでそれもちょっと静まりかけたときに、今度、アメリカが、台湾、有事近しと。2021年の3月のね、議会についてね、6年以内に中国が侵攻するとかいうね、根拠なしで言ってるんですよね。はい。それで、それにすぐ安倍が飛びついてですね。飛びついたんですよ。台湾有事は日本有事。日米同盟の有事でもあるというね、発言でしたね。そうですよね。台湾有事は、これ台湾の、それこそ中国の内戦ですから。まあ関係ないって関係ないし、それでアメリカが手を下せば、今プーチンがやってるのと同じことになって、内戦に外から手を出したって侵略行為になりますからね。ですよね。はい。そもそも日本も米国もワンチャイナ、中国一つを認めてあっていこうというね、時代なんですね。だから、アメリカは口だけは言って日本に、
あの軍拡でトマホーク輸入機械とか、うん、やってますけども、はい、それは兵器を売りつける法律であって、うん、実際にはアメリカはやりゃしないんですよ。そうですね、台湾有事の、ね、起こる可能性は限りなく低いですよね。だからウクライナでもあれだけ軍事産業がばっこしてるように、日本でも43兆円がして、それから GDP2% を軍事費に当て支出させるっていうね、その方向でしっかり儲ける仕組みを作ろうっていうのがあるんじゃないですか。だからそういう意味じゃウクライナを後押ししてるのと同じ理屈なんですよね。そうですね、はい、それに日本は巻き込まれちゃってるわけですね、はい、アメリカはこの間、はい、台湾にですね、うん、ペロシ下院議長だけでなくですね、うん、多くのですね、うん、政府要人が相次いで訪問したりですね、うん、単なる武器支援だけでなく、うん、部隊のアメリカ軍が台湾軍を訓練する、あるいは合同演習をすることさえ踏み出してますよね、はいはい、だからギリギリまでやるんですよね。これはもう中国に対する挑発そのものですよね。そのものですね。だからワンチャイナの尊重するというのがどこ行ったかっていうのを、これをね、元に戻さないといけませんね。中国は一つだっていうことをね。はい。で、その、もうちょっと大きい図柄として言えば、うん、アメリカが、まあ、20世紀後半は確かに、うん、西側陣営の盟主でありました。うん、で、今のまあ、軍事力、うん、経済力、これ言えばそれは一番なんですけど、うんうん、しかし、もうその時代じゃなくなっていくという大きな流れがありますよね。そうですよね、今。うん、それでアメリカは、国内でもイラク戦争の頃からずっとそういう議論がシンクタンクから続いてますけれども、うん、はい、じゃあアメリカはどうなるんだと、盟主を降りて覇権国でなくなるとすれば何なんだと、うん、やっぱりそのリベラルな勢力は、うん、ワンオブゼム、十分に大きいけれどもワンオブゼムとしてその多極化した世界、多極化した世界、うん、多角主義の世界、うん、問題に応じて、その当事者たちが集まって、協議していくというような、うん、あるいは一つの地域、うん、世界全体でも全員参加でテーブルについて、物事を議論していくというような、そういう多極化時代にアメリカ自身が対応していかなきゃいけないんだという議論は、うん、まあ、それなりにね、あんまり日本に伝わらないんですけど、うん、それなりにかなり広くあるわけですよね。そうですよね。それに対してその軍需産業を中心として世界が、うん、そんなだったら困ると、武器も売れない戦争もなくなっちゃう、うん、そういうことで一極でないとダメなんだと、まあ、やっぱりロシアと中国と北朝鮮という、うん、現在あるいは元共産圏と、うんうん、いうのが怖いんだと、うん、攻めてくるんだと、だからアメリカの民主に、この日本とヨーロッパを両脇に置いて、うん、これと対決する世界を、うん、もう一回、うん、分割するということが必要なんだっていうのが、トランプ政権であったりバイデン政権なんですよね。そうですね、まあ、中国の台頭を受けて衰退しつつ米国が覇権国家の地位をこう転落するのを恐れて焦りから今いろんな動きを示しているっていうふうにも、ね、見えますよね。中国が覇権国になるからアメリカが転落するんじゃないんですよ、うんうん、アメリカが転落して何が起きるかというと、多極化ですよね。国ってのはないんですよ、はい、全世界を基地、軍事基地を置くような覇権国ってのは二度と現れないんですよ、はい、そうするとそこはアメリカがこければ多極化は世界に入ってくるわけですよね。そうですね。でウクライナ紛争後の世界の動きは明らかにもう G7 ではなくブリックスとその拡大の方向に大きな比重がですね、経済的にもあらゆる、政治も軍事も含めてですね、比重が動きつつありますよね。それはですから IMF でも国連でもいいんですけど、はい、GDP の将来予測っていうのを見れば、そうですよね。2050年って言ったら、まあ、中国はもうすでにほとんど最大の GDP ですけど、うん、そうですね、購買力平価ではね、今でもトップほとんど同じ大きさでインドがあって、うん、はい、でアメリカはだいぶちっちゃくなって3番目で、うん、4番目ぐらいにやっぱり日本がいるのかなと思ったらいないですね、50年は。うん、インドネシア。はいはい、それからブラジル、はい、メキシコ、というのがまず、一応日本は8番目か9番目ぐらいになっていくわけですよ。ですよね。そして、みんな今、世界はそういう図柄に21世紀変わっていく、その中で自分の国はどうやって生きていくかということを考えてるのに、はい、日本はまだアメリカにくっついては大丈夫だな。で、ブリックスっていうのは、
中国、ロシア、ブラジル、インド、南アフリカが入ってますが、それに今もうすでに19カ国が加盟申請をしているという話がありますよね。で、僕は驚いたのは、その中に今な、その順位を上げていただいた、あの、インドネシアとかですね、あの、そういう国々も入ってるんですが、トルコとかですね、はいはい。僕が驚いたのはサウジアラビアもですね、その中に加わろうとしていると、うんうん、はい、そうですね。もうそれはその戦後の世界秩序、アメリカ、イスラエル、はい、サウジなどと一緒に支えてきたアメリカ主導の世界秩序が完全にこう崩れるということを意味してるんじゃないですか。いや、だからみんなその50年のその GDP 予測っていうのを見ればですね、はい、自分の国がどうやって生きていくかってことを考えざるを得ないわけです。そうですね。うん、アメリカの国家、あの、アメリカにくっついてさえいれば大丈夫だなって考えてるのは今日本ぐらいしかいないんだよ。そうですよね。本当ですよね。もう世界の趨勢を見れば、アメリカが落ち込んでいくっていうのは見えてるというのは、うん、みんな知ってる世界の中で、なんで日本だけが、それが見えないんでしょうかね。うんうん、考える力も失せてるんですかね。ただの、ね、惰性でしょうね。惰性。で、サウジアラビアがですね、アメリカから離れるということは、そのオイルダラーという形でこれまで国際期日通貨としての地位を保ってきたドルの価値がですね、これから国際決済通貨としてどんどん使われなくなって、その比重を落として、その地位をこう落ちるという形がですね、今から考えられますよね。そうですね。今その危機感がどんどん出てますよ。はい、なんだかおかしくなっちゃって、電子マネーの世界に。そうそう。はい。デジタルマネーで、はい。うん、それでいきなり大きな銀行がパタン倒れるみたいな、そういうことが今、次々と起きてますよね。はい、これは危ねえなってみんな思ってるわけですよね。うんうん、そうですね。中国の元のデジタル通貨が今、だんだんこう影響力を増しているとか。そうですね。うん、人民元決済、うん。それから、ブラジルとかアルゼンチンは、中国とも語らいながら、うん、その新しい、共通通貨っていうのを作ろうかっていう動きになってる、はい、ですよね。ブリックスの共通通貨構想もあるみたいですね。こ、うん、ういうふうになっている、うん、はい、それはみんなその繰り返しますけど、2050年の世界っていうね、うん、その GDP のグラフを見れば、うん、あの予測グラフを見れば、誰だってそういうふうに考え始めるわけ、うん、そうですよね。そうした中でやっぱり一番問われるのが日本の立場、位置、役割で、やっぱり対米自立なくして、うん、日本の平和もですね、うん、あの、再生もないと思うんですけれども、はい、この対米自立をですね、いかに実現していくか、はい、なかなか今の日本の政治状況厳しいですよね。厳しいですね。はい、逆走してるわけですからね。そう、逆走ですね。まず逆走するのを止めて、それから前に進むってことを考えて、ロシア、ね、韓国、北朝鮮、中国、台湾、ブラジル、その辺を本当に私たち仲良く生きる地域として考え直すってことに目を向けたいですね。そうですよね。うん、はい。ですから、まあね、その、うん、まあ、それを、嘆いていてもしょうがないんで、はい、まあ、できるとこから、はい、どこから始めるのかっていうことですね。外交努力ですね。そうですね。そのためにも、やはり、うん、鳩山由紀夫元総理や、あの、そのね、側近におられる、あの、高野さんとかね、孫崎さんにもぜひ頑張っていただきたいなと思っております。頑張ってほしいですね。で、沖縄県庁も、あの、玉城デニーさんも、これから中国に外交行きます。そういう質もできますし、うん、まあ、本当に民間外交、うん、自治体外交、もう国家がの超えてまずは動き出すというのも手でしょうね。それがすごく大事ですね。そうですね。です、最後にですね、一言触れていただきたいのは、やはり日本のメディア状況ですね、うん。やっぱメディアの劣化が、この日本の政治の劣化、その他を引き起こしている要因の大きな一つだと思いますので、そのメディアの問題について、はい。はい、さっきも申し上げたように、うん、その冷戦っていう状態が終わったのに、うん、ほら北朝鮮怖いぞ、ほら中国怖いぞ、ほらウクライナもあるぞと、ロシアも大変だぞ、はい、みたいな、あの話がずっと続いてきて、うん、みんな、そのね、その、うん、本当かなと最初は思ってるのが、だんだん毎日毎日それ言われてるから、うん、はい、洗脳されちゃってますよね。はい、洗脳ですね。うん、そこをなんとか取っ払いしないといけないですね。取っ払っていくために、ISF とか FM 技能もそういったことをですね、はい、あの、試みたいと思ってますので、これからもご協力をどうぞよろしくお願いいたします。はいはい、今日はお忙しい中、あの、出演をしていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、うん。
あ、どうもすみません。